ナルセ・ヨシヒサ、ナルセ・ヨシヒサ、ナルセ・ヨシヒサ、1985年10月13日隊は、栃木県小山市出身のプロ野球選手、当主、オリックスバファローズ所属、左投げ左打。小山市立総中学校在学時は、AS として、第22回全国中学校難式野球大会に、出場、一試合16奪三振と毎回奪三振の、 大会記録を樹立し、チームを全国第3位に導く、毎回脱三振は、長谷川しげと山本翔吾らも記録している。なお、同中学の2年先輩には東京ヤクルトスワローズの飯原誉れ氏がおり、成瀬が1年時のエースは飯原だった。横浜高等学校時代は旅重なる故障に、悩まされたが、第75回選抜高等学校野球大会で3回戦の、 明徳義塾を破ると勢いに乗って、準優勝。決勝では、西村健太郎、白浜祐太のバッテリーを擁する高陵高校と、対戦。先発した一学年下の枠井秀明をリリーフしたが、共に打ち込まれ、3から15という大敗を起死した。第85回全国高等学校野球選手権、大会神奈川県大会では、決勝進出を果たすも、 九前慎吾と一学年下に田沢純一を要する横浜正大高校に敗れ、春夏連続出場を逃した。2003年度ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから6巡目、指名を受けて入団。背番号は60。は故障の影響もあり、シーズン前半を棒に振る。5月17日に一軍昇格し、対横浜ベイスターズ戦でプロ初登板発。 先発初勝利を飾る。翌年シーズン最後の登板では、初完封を達成し、結果的に13試合すべて先発登板で5勝を上げ先発ローテーション定着果たす。同年シーズン終了後の阪神タイガースとのファーム、日本選手権に登板し、北強義桜井康大、藤原通に3者連続本塁打を浴び敗戦投手となった。和解幕ローテーションに利し、 16勝1敗、防御率1.81、オールスターゲームに出場、月間 MVP を2度受賞し、最優秀防御率、最優秀投手を獲得した。この年の黒星は交流戦のみで、パリーグ球団との試合では無敗であった。しかし、北海道日本ハムファイターズとのクライマックスシリーズ、第2ステージ最終戦では、敗戦を喫した。援護率5.64は、 リーグトップで、吉久27は、規定投球回に到達した投手では、武田勝の17に次いで2位。ちなみに、防御率1点台、勝率9割台でシーズンを終えた投手が出たのは1959年の杉村忠以来8年ぶり、2リーグ制以後では、史上2人目である。西部、日本ハムには強く、それぞれ6勝0敗、7試合4勝、4試合を挙げる。 一方で、東北楽天ゴールデンイーグルスには2試合先発して、低勝0敗、防御率は4点台と相性が悪かった。北京五輪出場を目指す野球日本代表に招集され、台湾で行われた第24回アジア野球選手権大会第2戦、韓国代表との試合に先発。4回途中までで2失点。勝ち負けはつかなかったが、チームは勝利した。 2は、背番号17へ変更。北京オリンピック野球代表日本に選出され、第5戦、カナダ戦に先発し、7回を飛安打に、10奪三振、無失点で勝利した。大会通算19奪三振で奪三振王に、輝いた。また交流戦、6月8日の東京ヤクルトスワローズ、戦では、投手としては、珍しい三塁打を放った。 春季キャンプで故障し、出遅れたが、オールスターゲーム後は、無傷の7連勝を果たして、シーズンを終え、最終的には、チームトップの11勝を挙げた。この年の活躍が認められ、年俸1億円に到達した。は、自身初の開幕投手として登板し、横浜高校の後輩でもある埼玉西武ライオンズの枠井秀明と投げ合い、 5回まで無安打に抑えるも7回にに飛弾を浴び、逆転される。打線も1点に抑えられ、3安打に失点関東も、敗戦投手となった。なお、ダルビッシュ有、岩隈久氏も、開幕投手として登板し、関東負けを喫していたため、開幕投手が3人揃って、関東を負けしたこととなった。この陳時は実に50年ぶりとなる。シーズンでは、チームの勝を挙げ、 203.2インニングを投げ関東7、無四球試合4、192奪三振、ホイップは1点で2位の好成績を残した。しかし、基本塁打が激増し29本を浴び、11敗を喫した。対オリックス戦では7戦7勝と抜群の相性を誇り、最終戦でも勝利し、チームを CS 進出に導いた。公式戦で、 唯一の完封も4月17日の千葉、マリンスタジアムのオリックス戦で挙げている。CS ファイナルステージの対戦相手であるソフトバンクにはシーズンでは防御率こそ3.32だったものの0勝4敗と相性が悪かった。しかし第一戦はファーストステージ第一戦、対西部、7回0、3、2失点から14日で1失点完投勝利を。 上げると、さらに最終戦となった第6戦にも連続中4日で、登板し、4安打完封勝利を上げるなど連勝。同制度下では、シーズン3位、チーム初の日本シリーズ進出に大きく貢献し、MVP に輝いた。日本シリーズでも、第1戦と第6戦に先発し、第1戦では2失点に抑え勝利し、自身初の日本シリーズの勝利投手となった。は、 チームが低迷する中で、6関東を記録するなど実証を挙げた。1月1日に、ナルセの公式ブログにおいて、野球やめようかと引退を示唆する書き込みが行われ、騒動となるが、何者かの不正アクセスによる書き込みで引退は出まで、あると、ブログや公式ツイッターなどで否定されている。7月21日のオールスター第2戦では、新変化球のナックルフォークを実践で見投げした。 この年は最終的に12勝を挙げ4年連続の2桁勝利となった。は、怪我の影響で14試合の当番にとどまり4年連続2桁勝利と6年連続規定投球回到達の記録が途絶えた。6月23日に前日に鹿児島県出身の1歳年下の一般女性と結婚したことを発表。同年オフに国内 FA 宣言を行った。 2014年11月27日に東京ヤクルトスワローズとの契約締結合意が公示された。背番号は、ロッテと同じ17。3月31日の阪神タイガース戦に、先発し、初回に、西岡剛にラ乱本塁打を浴びたがその後は、無失点に抑え、5回3失点ながらも、遺跡後初勝利を挙げた。しかし、その後、 7月31日の阪神戦に先発するも3回、2、3を投げて5失点と不調で8月1日に登録を抹消された。基本類打もわずか80イニングに満たないにもかかわらず、リーグワースト2と改めされることなく、勝利投手となったゲームでも3失点以上を喫するなど投板するたびに打ち込まれる試合が続いた。12月7日の契約公開では、 現状維持の1億4400万円で公開。一3年契約の最終年だったが左内転筋の肉離れの影響で開幕を憎んで迎える。12試合の登板に止まり一軍登板で初の未勝利に終わり、契約公開で1億2400万円減の2000万円で公開した。二は、一軍公式戦での登板がなく10月2日に、 球団から戦力外通告を受けた。ナルセ自身は NPB 他球団での現役続行を希望していたため、11月13日には、タマホームスタジアム畜後で模様された12球団同、トライアウトに参加。対戦した3人の打者から2本の安打を浴びたものの、トライアウトの直後には、地元球団の栃木ゴールデンブレーブス、ベースボール、チャレンジリーグから獲得のオアを受けた。 ヤクルト時代のチームメイト自身と同じ栃木県出身者で、この年から高知県選手として栃木球団へ在籍している飯原誉氏を通じてのオファーだったことから、一時は NPB n 復帰を視野に同球団へ入ることを検討していた。2018年12月13日にロッテ時代の監督だったオリックスバファローズの西村徳文新監督がの 春季キャンプ期間中に、ナルセの入団テストを実施することを発表。キャンプの第一クール期間中だった2月4日に、入団テストを兼ねて、シートバッティングに登板したところ、オリックスへの入団が決まった。背番号は46。当初は、第二クールまでテストを実施する予定だったが、シートバッティングを視察した首脳陣に、請求力を高く評価されたことから、三人の打者に、 投げただけで入団が決まった。同月6日付で NPB から支配下登録選手として講じ、5月4日に一軍昇格し、同日のソフトバンク戦に移籍後初先発するも、3回途中、4失点と結果を残せずに2軍再調整となった。10月2日に戦力外通告を受けた。ボールの出生を隠しながらゆったりしたモーションからのスリークォーターで投球する。 変速的なフォームで打者のタイミングを外し、平均球速約時速 133km、最速時速 147km のストレートと、チェンジアップ、通算予視球率1.71の抜群の、制球力を武器に三振を奪い、スライダーとカーブも投げ分ける。カーブは2007年以来コントロールに自信がないという、理由で封印していたが、2010年に、 投資コーチに就任した西本清に完璧にコントロールできなくてもいい。変化も大きくて使えると助言されたことで投げ始めた。投球時のテイクバックが小さく手首の曲げ具合が招き猫の上げた前足に似ており猫招き投法と呼ばれることもある。この投球フォームについて和田選手の出生を隠す部分と杉内選手のゆったりした部分を足したフォームであると語っていた。 ロッテでのニックネームは、にゃー、彼の投球フォームに由来。これにちなみ、2008年シーズンからのマッチデープログラムでは終了した清水直行のエッセイ、やるしかない年の後を儀、なんとか、にゃるせを担当。を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。